聖書を拝読します。第二コリント10の3から6です。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の不従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アーメン。インマヌエル聖歌大道西オーケストラの賛美と演奏があります。その後2時霊魂肉9回目のメッセージを聞きます。愛する聖徒の皆さん、皆さんは人はなぜ生きるかという人はなぜ生きるかと自分に問うたことがありますか。イエス様を信じて天国に向かって走っている生徒の皆さんには、これはそれほど難しい質問ではありません。十字架の言葉をよく糧として人間工作の意味を心に刻んでいる方は、このような質問に簡単に答えられるでしょう。私たちはやがて天国に入って、神様と愛を分かち合いながら永遠に生きていきます。この地上での私たちの人生は、その天国に入れるように備える過程です。つまりアダムが罪を犯した後に失った神様の形を取り戻していくのです。ところが神様を知らない世の人々は、このような答えを知っているはずがありません。それで多くの人は長い歳月をかけて、自分とは誰なのか、人はなぜ生きるべきなのか、このようなことを知りたくて、人の存在意義を説明するために哲学的な理論をいろいろ作ってきました。またこの地上の人生が終わればどうなるか、つまり死後について知りたくて、これについていろいろ想像して推測したりします。伝道者3の11に、神のなさることはすべて時にかなって美しい、神はまた人の心に永遠を与えられた、しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができないとあるように、神様が人の心に永遠を与えてくださったからです。ところで人がいくら考えて研究しても、このような質問への答えを自分で見つけることはできません。肉の限界の中で生きている人は、永遠の世界について自分から悟れるのではありません。まずは私たちを救われた神様を認めて、そして神様が教えてくださる答えを得てこそ、このようなことを悟れるのです。大礼拝で伝えている霊魂肉のメッセージは、皆さん自身の存在意義と価値について、具体的で明快に答えを与えてくれます。愛する生徒の皆さんは、今日もメッセージを聞いて、本当に価値ある尊い人生とは何か悟って、自分の人生を価値あるものにしていきますよう、主の皆によって祈ります。愛する生徒の皆さん、全国で映像で礼拝をしている生徒の皆さん、司教会と司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝をしている生徒の皆さん、これまで伝えてきたメッセージで皆さんは、人の魂とはどんなものかを学びました。魂とは人の脳にある記憶装置と、その中に保存されている内容、そしてそれを引き出して活用する思考を総称した用語だと言いました。また皆さんは魂の働きについても学びました。私たちがあるものを見て聞いて記憶しておき、記憶したことを引き出して考えながら活用するとき、そのすべての魂の働きを神様の前にふさわしく真理でしなければならないと言いました。今まで肉と魂について学んだので、次は霊について学ぶ順番ですが、その前に参考までに説明しておくことがあります。それは人と動物の違いについてです。
人は霊と魂と肉で構成されていると言いましたが、動物はどうでしょうか。動物も同じでしょうか。人はこの地上の寿命が尽きて、肉すなわち体が死ねば、その霊と魂は天国か地獄に行きます。つまり神様を信じて御言葉通りに生きた人は天国に、そうでなかった人は地獄に行くのですが、動物も死んだら天国か地獄に行くでしょうか。進化論を信じている人々は非常に過当な生物から始まって、機能と構造が複雑な高等生物に進化して、ついに人になったと説明します。もしそうならば、人と動物は本質的にはそれほど違うところはないと考えられるでしょう。しかし霊魂肉について知ると、このような説明は全く正しくないことがわかります。なぜなら、人と動物は根本的に作られた時から違い、構成も違うからです。人は霊と魂と肉で構成されていて、その中で最も重要なのは霊です。つまり霊が人の主人の役割をするのです。魂は主人の霊を補佐するしもべの役割をして、そして霊と魂を入れている幕屋が目に見える体なのです。皆さん、家庭に人、つまり家族がいて、家族が住んでいる家があるなら、家族が重要ですか、家が重要ですか。家族ですね。家族の構成員の一人でも家と変えられません。命と変えられないのです。家は長く住めば古くなってあちこち壊れるし、お金さえあれば新しい家を買えますが、人の命は一つしかないからです。その中で最も重要なのは霊です。この先霊についてもっと詳しく説明していきますが、人の霊は決して消滅しません。肉は人の霊と魂を入れている器のようなもので、幕屋のようなものですが、肉が朽ちてなくなっても霊は消滅しないし、魂も霊と結びついてそのまま残ります。人が自分について知るなら、つまり霊があって魂と肉があることを知るなら、霊が一番価値あるもので、霊が主人になってこそ魂に幸いを得て体も健康になることを知って霊を優先するでしょうが、この世の人はそれを知らないから、目に見える体を優先して守ろうとするし、おしゃれな服を着せたり、きれいに洗ったりするのです。心は汚れていてもほったらかしで、健康のために体にいい無農薬のものだけ食べる人もいるそうです。そういう人は目に見える体だけ大事にするのです。霊と魂があって、魂に幸いを得ているべきだということを知らないから、体の健康だけを気にするのです。だからといって思い通りになるのでもないのに。ところが神様が動物を作られた時は、人のようにご自分の命の息を吹き込んで作られたのではありません。それで動物は神様と交わることができないのです。動物は神様の仰せによって地から生じました。そして死んだら土に帰るし、それで終わりなのです。そのまま消滅するのです。しかし人は天の神様から命の息が吹き込まれたので、霊が消滅しないで天に帰るのです。それで動物は神様と交わることができないのです。魚や鳥、また陸地で生きている動物も皆同じです。これらは頭の中に脳があって、生まれてからその中に入力した知識と本能に従って動いて生きていきます。動物も知識を得るというからおかしいでしょうか。犬を小さい時から教えてみてください。絵を描いて、こっちは1、あっちは2だとじっと教えて訓練させれば、数字を区分できることもあるのではありませんか。そういうレベルの知識のことです。その中に入力した知識と本能に従って動いていきます。
そのうち死んで肉が朽ちると魂も消滅します。つまり脳細胞が朽ちてなくなるので、その中に入っていた記憶も消滅して、それ以上魂の働きも起こらなくなるのです。完全に無に帰るのです。伝道者さんの21に、誰が知っているだろうか、人の子らの霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りていくことを、とあり、人と動物の死後の行き先が違うことがわかります。皆さん、ここで獣の霊は地の下に降りていくとありますが、これには霊的に深い意味があります。簡単に説明すると、ここで地の下とは、下の読み、地獄などを意味します。天の反対の地のことです。獣は皆死ぬとそのまま消滅しますが、その魂の働きの影響は残っているのです。これはどういう意味でしょうか。闇の支配者ルシファーが地獄に落ちて閉じ込められると、数え切れないほどの獣の魂の圧力を受けるようになるのです。地獄の火の池に行った人たちは、あまりにも暑くて跳ねたりもがいたり悲鳴を上げたりします。そして硫黄の池に落ちたら、もがくこともできないままうめくのですが、ルシファーは神様の裁きによって底知れぬところに閉じ込められると、身動きも全然できないし、話もできない状態になります。それに数え切れないほどの獣の魂の圧力も受けるようになるのです。その苦しみは言葉では表現できないと神様が説明してくださいました。ルシファーは言葉では表現できない苦しみを受けながら、身動きもできないし話もできない状態で永遠に閉じ込められるようになるのです。獣の霊は地の下に降りていくのを、とあり、人と動物の死後の行き先が違うことがわかります。ところが、このような違いがわからない人は、家で飼っていた動物が死ねば嘆き悲しみます。実際、死んだ動物のためというよりは、自分の悲しみのために涙を流すことの方が多いのです。農村で畑を耕す牛の立場から考えてみるなら、死んでしまったらそれ以上鞭で打たれなくてもいいし、飼い主が田起こしをするとき、しょっちゅう牛を鞭で打つからです。今日は機械でするでしょうが、昔は田んぼとか畑を耕すとき、牛に隙を引かせて田起こしをしました。または牛に車を引かせて、飼い主は車に乗って楽に行きながら後ろから鞭で打つのです。馬もそうだし、早く行けと。畑を耕す牛の立場から考えてみるなら、死んでしまったらそれ以上鞭で打たれなくてもいいし、辛い労働をしなくてもいいのです。しかし、牛の持ち主の立場からは財産に大きい損失を被るので悲しむのです。ペットの犬や猫が死んだ時も、動物の方から見れば死ねば終わりです。存在自体がなくなってしまうので、それ以上苦しみも悲しみもありません。しかし、主人の立場では、自分がかわいそう、かわいがっていた存在がいなくなったので、寂しいから悲しみ、自分が死を恐れるように動物もそうだろうと考えるので、かわいそうに思うのです。例えば、子供たちが遊んでいた人形が壊れたとしても、人形が何か苦しみを感じるのではありません。ところが、子供は自分が痛みを感じるように人形も痛みを感じるだろうと考えるので、かわいそうに思うのです。小さい子供のことです。動物もこれと同じです。もちろん人形とは違って、動物には命があるので、苦しみを感じるし恐れもあります。自分なりに魂の働きがあるので、主人が愛情を注ぐと、これを覚えていて主人に特別な愛情を見せたり、喜びや怒りや悲しみを表現したりもします。しかし、これには限界があります。
動物は生まれると本能に従って生存する方法を学んで、お腹が空けば食べて、眠くなれば寝て、時になると子を産んで、そのうち死にます。魂の働きをするとしても、このように本能に従って生きていくために必要なだけ限定的にするのです。動物が価値ある人生とは何かを悩んだり、私はなぜ生きるのか、私はライオンの餌食になるために生きているのか、チーターの餌食になるために生きているのかと考えたり、チーターとかライオンを見ると逃げながら、なぜこんなに苦労しなければならないのかと悩んだりはしません。人生の意味を探そうともしません。割合知能が高いと言われているイルカやチンパンジーのような動物でも、死ねばどうなるだろうと考えて神を恐れたり宗教を求めたりすることはありません。もちろん動物も本能的に死に対する恐怖はあります。誰かが自分を殺そうとすれば逃げたり、危険を感じれば抵抗したり恐れたりします。しかしこれは危険を感じる瞬間だけで、目の前から危険がなくなると死に対する恐怖はたちまち消えてしまいます。ところが人はどうでしょうか。本能に従って生きていくのに必要な単純で限られた魂の働きだけするのではありません。動物とは全く違う次元で、より複雑で多様な魂の働きをしながら、ただ食べて生きる以上のより価値あるものを追い求める能力があります。そうやって人は発達してきたのです。しかし同じこの地上で生きている生き物でも、トラとかライオン、ゾウなどどの動物も神様と交わる霊がないから、文明を発達させることができないのです。もしアフリカにいるバッファローが互いに団結さえできるなら、ライオンを恐れる理由が一つもありません。ライオンとバッファローと1対1で戦うなら、ライオンに勝ち目はありません。 2,3 頭が一緒になって攻撃するから、バッファローを倒すのであって、1対1なら簡単に捕まえられません。でもバッファローの群れは数が多いのに、なぜライオンの餌食になるのでしょうか。ライオンを見ると恐れてバラバラに逃げてしまうからです。もし逃げないでみんな一丸となっているなら、ライオンは絶対攻撃できません。その状態でむやみに攻撃して角で疲れたら死ぬから、角で疲れてひどい傷ができたら、ほとんどはあまり立たないうちに死ぬのです。だから角で疲れないために後ろから攻撃するのです。バッファローの群れが共同の精神を覚えて団結しようと考えさえできるなら、ライオンに襲われたり恐れる理由がないのです。しかしいくら歳月が流れてもそんなことも考えられないから、ライオンを見るとただ逃げるしかないのです。人は動物と違って文明を発達させることもできるし、人生の意味と価値について悩むので、哲学と宗教を作り出すのです。死に対する反応も動物とは違います。死の苦しみを恐れるだけでなく、死そのものを恐れ、死後の世界に対して大きい恐れを持っています。それでまだ死が目の前に迫ってきたのでもないのに、死を恐れて何としてでも避けようとするのです。中国の始皇帝が不老不死の薬を手に入れようとしたように、今日も人々は何としてでも長生きするため、健康のためにもっぱら力を注ぎます。だからどれほど健康食品を好みますか。そのうち死が近づいたことが分かれば、体の苦しみより心理的な苦しみをより強く受けます。例えばある人が体の調子が良くなくて検査を受けたら、思いもよらずがんの末期で限りある命だと分かって入院したとしましょう。するとそれまでは普通に生活していた人が、入院してから1日2日でやつれて病人のようになってしまうケースが多いです。病状が突然悪化するからではありません。もう死ぬんだなという絶望感と恐れのためにそうなるのです。
だから家族ががんステージ3とか末期だと診断されても本人には知らせないのではありませんか。事実を知ったら失望のあまり意志力も失って急に悪化して早く死ぬこともあるからです。死刑宣告を受けた囚人もそうです。1ヶ月後に死刑になると言われると1ヶ月間ずっと恐れて苦しみます。死刑にされる時の肉体的な苦しみは一瞬で終わりますが、死に対する恐れのために受ける精神的な苦しみの方が肉体的な苦しみよりひどいこともあるのです。一瞬で終わることを1ヶ月間ずっと苦しむのです。フランス革命の時に処刑された王妃は裁判で死刑を宣告されてから死ぬまでの監獄に閉じ込められている数日間で髪が真っ白になってしまったそうです。死への恐怖によって受けた心の苦しみがそれほど大きかったのです。人がこの世に動物より優れた魂の働きができて死に対する恐れを感じられるということは、魂と肉だけでなく神様と交わる霊があるからです。それで人は生まれながら霊の世界について感じるようになります。主を信じている人はもちろん、信じない人も心の奥底では神について天国と地獄について感じるのです。私の両親も主を信じる前、北斗七星とか北極星を拝んで一番水を備えておいてお祈りをしていた時も、創造主という存在はあることは漠然とはいえ認めていました。それで雨が降ると天から雨を降らせてくださると表現して感謝していました。天にいる神が雨を降らせてくださると思っていたから、ただの自然現象だと思うのではなくて、恐れ敬う気持ちでそのように表現したのです。そしてそういう両親を見て子どもたちも天から雨を降らせてくださると言っていました。今は天気を司っておられる神様についてはっきり知っていますが、昔はよく知らなかった時は、雨を降らせてくださる存在を恐れ敬っていたのです。したがって昔神様について知らなくて福音を聞けなかった人々の中でも、良心が正しい人は漠然とではあっても天を拝んで善良に生きていこうとしたのです。また頭では神様を認めまいとする人々も、天国地獄がどこにあるのか、死ねば終わりだろうと言い張る人々も、本性の中には漠然とした恐れがあります。もしそんな恐れがなければ、人は死をむしろ歓迎するかもしれません。貧しさと病気とあらゆる苦しみの中で惨めに生きているなら、一層死んで永遠の安息を味わう方がマシではないでしょうか。ところがいくら口では死にたくない、死にたいという人も、いざ死に直面すると何としてでも生きようとあがくのです。あまりにも絶望的な状況で自暴自棄になったり、心と思う悪い霊に奪われてしまったりする場合は、そんな恐れさえ忘れてしまって自分で死を選ぶこともあります。しかし心を完全に奪われないで、いくらかでも自我を保っているなら、いくら神を否認していても死に直面すると、本性の中にある恐れのため苦しんで少しでも長く生きようとするのです。一例として、18世紀の啓蒙主義の哲学者ヴォルテールは有名な無神論者でした。この人は神もいない、天国も地獄もないと主張しただけでなく、50年以内にキリスト教を抹殺すると言い張って、多くの無神論の本と神様に敵対する文章を書きました。そんなヴォルテールが臨終を迎えると、前とは全く別の遺言を残しました。自分を担当した医師に、私は神と人に捨てられました。私は恐ろしい地獄に行くでしょう。あなたが6ヶ月だけ私の命を延ばしてくれるなら、私にとって価値ある全ての半分を差し上げますと哀願したのです。そして死ぬ直前には、
いっそ生まれなかったらよかったと言って嘆いたそうです。有名な哲学者でいくら賢い人でも、それで頭では神を否定して天国と地獄を否定したとしても、臨終が近づくと何が真実なのか本性の中で感じられたのです。それで神様を信じない人とか、まともに信じない人は、ほとんど臨終の前は恐怖におののくのです。ものすごく怖がるのです。死の直前になるとわかるから、本当に天国と地獄があるんだと分かって、地獄の使いが来ているのを見えるから、激しい恐怖に襲われるのです。興味深いことに、キリスト教を抹殺しようと文章を書いていたヴォルテールの家は、彼が死んで20年後に聖書を出版する出版社になって、後には外国語の聖書まで出版する本部になったのです。生ける神様の御言葉は、どんな人が否認して立ち向かっても関係なく永遠に生きて働き、今日まで全世界に伝えられ続けているのです。このヴォルテールという人の逸話を読んだら、あの有名なキリスト教映画ベンハーの原作を書いた人とちょっと似ていると思いました。その人も前は神様を認めないで信じなかったし、クリスチャンが嫌いで憎んでいました。嫌いなら嫌いで憎む必要はないのに、とにかく嫌いで憎んで、イエスは実在してなかった、聖書は作り話だと考えて偽りを暴け出そうと、あちこちの図書館に行って資料をかき集めたのです。イエス様を否認するためにあちこちの図書館に行って調べて研究して資料を作ったのです。でもそんな風にやっていたら、イエス様は実在の人物で、十字架系の出来事が全部事実だったことが明らかになったのです。それでその人はそこで改心して、ベンハーという有名な本を書いたのです。映画化までされたし、イエス様を否認しようと研究していたら本当だと分かったのです。それで救い主として受け入れて、あの素晴らしい作品が生まれたのです。そういう面からヴォルテールという人とちょっと似ていると思いました。愛する生徒の皆さん、今まで人と動物の違いを霊魂肉の観点から説明しました。動物は神様と交わる霊がないので、体が死ねば魂も消滅し、魂の働きも人より劣り、この地上で生きていくための本能に従ってすると言いました。時々人は動物が恨みを抱いて死ぬと化けて人に復讐するという話をします。私が小さい時は、大人が蛇を殺したら高いところに吊るしておけと言いました。死んだ蛇が地面に触れれば生き返って、自分を殺した人に復讐しに来るというのです。昔はそういう怖い話がたくさんありました。蛇が復讐する話、小学校の国語の教科書にも載っていて、学校でも教えていました。子どもの時は親とか高学年の子たちにしょっちゅうそんな話を聞いてて、それを信じたから、蛇を見たら殺さなきゃと思いました。今はハエ一匹も祈ってから叩き落とすほど殺せないのですが、昔は蛇を見たら殺したくなるのです。今まで鶏一羽も占めたことがないのに、蛇は殺したい衝動がありました。その時は知らなかったのですが、神様を受け入れた後、その理由がはっきり分かりました。なぜあれほど蛇が嫌いで殺すべきだと思っていたか、聖書を読んだら、蛇が私たちの先祖のアダムとエバを誘惑して死の道に行くようにした張本人だから、本性の中に敵対心があったのです。それで蛇を捕まえたら必ず殺しました。他の友達も小さい子たちも同じです。殺したら高いところに吊るしておきました。家の向こうに役場があったんですが、そこの鉄条網に一番上に吊るしておきました。山で捕まえたら木の枝に吊るしておきました。地面に触れたら蘇るというから。そして後で必ず確認するのです。蛇の死骸がカラカラになって皮だけ残っていたら安心するのですが、誰かが取り払って死骸がそこになければすごく不安なのです。もしかして蘇ったらどうしよう、庭の片隅に隠れていて押そうとか言われたけどどうしようと思って、夜庭に出るのが怖いんです。皆さん、子供たちにそういう恐怖心を植え付けないでください。ずっと恐怖と恐れが残っているから、子供にとってあまり益とならないのです。
また猫や狐のように悪賢い動物が死んだら人にたたると言ったりもします。しかし今まで皆さんが聞いた内容を理解したなら、これらは全く根拠のない話だとわかるでしょう。猫の中で特に黒猫は飼い主の敵を討つとか言われていて、黒猫は殺すことはためらったりするそうですが、全部作り話なのです。動物は死んだらそのまま消滅してしまうので、誰かにたたろうとしてもできないのです。またいくら歳月が経っても神様と交わる霊のない動物が進化して人のような存在に変わることはできません。ただ人にだけ神様はご自分と交わる霊をくださり、そのためアダムは全てのものを支配して従える万物の霊長になれたのです。ところで今日の人の霊魂肉はアダムが作られたばかりの時と同じではありません。アダムが罪を犯す前は霊が人の主人になって魂と肉を支配していました。ところがアダムが善悪の知識の木の実を食べて罪を犯した後は霊が死んでしまいました。死んだ後は消滅したということではありません。霊が全く活動できなくなって死んだようになり、歳月が過ぎて肉の寿命が尽きると霊と魂が地獄に行くので、霊的に死ぬという意味です。アダムが罪を犯した後霊が死んで魂と肉を支配できなくなると、今度は魂が人の主人の役割をしながら肉を支配していきました。韓国では昔身分制度がありました。それで支配する側があって、支配される側のしもべと奴隷もいました。そういう社会でもし主人が弱いからといってしもべが主人を言いなりにするなら、その家は滅びるでしょう。主人は主人の役割をちゃんとして、しもべは主人に従ってこそその家庭はうまくいくのであって、逆になるならその家庭はめちゃくちゃになるのです。人も同じです。霊が主人になるべきなのに、アダムが罪を犯した後魂が主人になってしまったのです。霊は死んで魂が主人になって体を支配するようになったのです。このように魂が主人になると、歳月が経ちにつれて人はだんだん人としての価値を失っていきました。霊は神様の形に似せられて真理の中で魂と肉を真理に導いていたのに、魂は動物と同じように本能的で情欲的なことを追い求めるからです。魂は動物と同じように本能的で情欲的なことを追い求めるのです。最近の若者たちはみんなパソコンを持っていて、インターネットで探せばあらゆる変なもの、アダルトものも簡単に見られるそうですね。皆さん、見てはいけないものは見ないで、聞いてはいけないことは聞かないで、言ってはいけないことは言わないでください。そうしてこそ早く御霊の意味に入って全く聖なるものとされます。でもそんなものを見て聞いて話すから、相変わらずに肉にとどまるしかないし、その結果は死、地獄なのです。人はいつ死ぬか分かりません。もし明日死ぬならどうなるでしょうか。例えば皆さんがインターネットで悪いものを探して今見ているとしましょう。すると神様がそんな皆さんを見て何と言われるでしょうか。我が息子よ、なぜそんなものを見ているのかとか、愛する我が娘よ、なぜ見てはいけないものを見ているのかと言われるでしょうか。御顔を背けられてしまうのです。あなたがどうして光の子供と言えるのか、聖なる神様を父と呼びながらどうしてそんなことをしているのか、あなたは私の子供ではないと退けられるのではありませんか。もしその人が悔い改める機会もないまま死ぬならどうなるでしょうか。若者の皆さん、ちょっと考えてみてください。そんなものが自分に何の益をもたらすのか考えてみてください。心をそわそわさせて、情欲を抱かせて、いろんな悪い結果をもたらすのに、一つも益とならないものなのに、どうしてそれを見る必要があるのかという話です。断ち切ってしまえばどれほど心が安らかでしょうか。そんなのを見る時間があるなら、代わりに聖書を読んだり、外に出て行って月とか雲を見たり、でなければ勉強をしてもいいし、
そんなもののせいで勉強にも集中できないのではありませんか。それで伝道者さんの18に、私は心の中で人の子らについていた。神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ、とあるのです。神様が試みてみたら、人の子らは獣に過ぎなかったのです。皆さんは試みにあってはいけないでしょう。見てはいけないものは見てはいけないし、見る必要もないし、そんなものは探して聞いたり学んだり必要はないのです。獣に過ぎないことをすれば、神様にどうして我が子供よと言われるでしょうか。救われないのです。このように獣に過ぎない存在になってしまった人の子らは、その霊が消滅しないので、結局地獄で永遠に刑罰を受けるようになります。従って私たちが天国に行くには、必ず人としての価値を取り戻すべきで、霊が主人になって魂と肉を支配しなければならないのです。それでこそ神の形に作られた神の子供としての地位を回復して、この地上の人生が終われば天国で永遠の命を受けられるのです。ではどうすれば私たちの霊が生き返って魂と肉を支配できるでしょうか。これについては次の時間に調べてみましょう。結論です。愛する生徒の皆さん、ルカ9の25に、人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょうとあります。この世で財閥会長になったとしても自殺してしまうなら何の得があるでしょうか。自殺する人もいるのですね。なぜそんな死に方をするのか。自殺は絶対いけません。しかし神様を信じないから、会社のいろんな問題がもつれて検察の調査を何度も受けたりするから、それ以上耐えられなくて自殺を選ぶのですが、そうすると地獄に行って永遠に苦しむのです。神様を信じないから自殺を選ぶのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょうとあります。何の得もないのです。全世界の富と名誉、権力を手に入れても、いざというと魂の救いを得られなければ、その人生はあまりにも惨めな結末を迎えるしかないのです。だから皆さんは、罪を全部捨てて自分の救いを達成して、より優れた天国に行くために、熱心に断食して祈って教会に通っているのではありませんか。そうしながら、なぜアダルトものを見て、なぜ聖なる神様の宮に来て恋愛しようとして良くないことに興味を持つのですか。神様が何と言われるでしょうか。そうしていて思い通りにならなければ教会を離れてしまうのです。いっそ動物のように消滅でもすればいいのですが、そうもできず、むごたらしい地獄で永遠に苦しみを受けるようになります。生徒の皆さんは束の間のこの地上ではなく、永遠の後の世に望みを置いて、残された時間をさらに価値あるものにしますように。速やかに罪を捨てて完全に清められ、この地上にではなく天に蓄えますように。また死にかけている多くの人を憐れんで、時が良くても悪くても口を開いてまめに福音を伝えるようお願いします。それでやがて花婿なる主が来られる時は、聖なる主の花嫁として欠けたところのない皆さんになりますよう、イエス・キリストの皆によって祈ります。聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。愛の素晴らしい父なる神様、感謝いたします。今日は霊肉魂のメッセージで人と動物の違いについて聞きました。根本的に作られたことも構成も違うと言われました。私たち人がどれほど価値ある存在なのか悟りました。神様の子供として子供らしく神様の前にふさわしい生き方ができるようにしてくださり、清められるようにしてください。万民の生徒の皆さんがさらに全く聖なるものへと目指していくように祝福してください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された道会所先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。
ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。知恵の放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など、具合の悪いところを皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔・サタン、すべての病気・病原菌を患いを裂かれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など、痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病の色性など精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔・サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝いたします。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの道。